プロジェクト K。 プロジェクト K。 こんにちは、キラです。今回はですね、こちらです。唐津玉川第10エース以降126136第10エース以降のインディゲ2点絞り、いつも通りでございます。もうサクッと勝ってサクッと眠ってまた明日って感じです。本日唐津玉川ともに5日目ですので準優勝戦です。どうぞご覧くださいませ。さあ唐津から見ていきたいと思います。負けが続いております。北新井126136準優勝戦なのでね、本日は静かめで静かめに見ていきたいと思います。前回の優勝モーターです。5コースが5号艇の岡雄心、今日前走は6コースからまくり差して123124が人気ですね。3人目6号艇の高田明、本体整備を行いながらここまで来ました。体型は3対3に分かれています。1つ目の準優勝戦第10レース1番3番2番。さあコースが変わっておりますが、そういう時はちょっとだけデコボコしていただきたい。そしてからの6号艇がどこまで上がってこれるか、そんなところになってくるでしょうか。136136がめちゃくちゃ高いですけども、どうなる。はい、2号艇を3号艇弾いた。はい、これワンチャン16なんで来ちゃった時にはもうちょうど上がマッシュです。はい、2本目唐津5日目イン逃げ祭り状態でございます。だがしかし1本6号艇頭で400倍台が出ております。風速は4メートル、向かい風。なのでもうドデカマッシュ出ているので、もう最後までイン逃げでいいと思います。これ1、2がめっちゃ人気ですね。1、2が全部人気です。変換です。危なかったじゃないのよ。折り返してきました。そしたコーチ、今日前走は新骨頂のスタートを決めてまくりました。いや、そうなってくるとこれはイン逃げでいけますでしょう。だがしかしこれめちゃくちゃ高いんですけども、これ6号艇絡みがめちゃくちゃ人気ない。6号艇絡み人気ない。これ来たらやばい激アツなんですけども、でもな、1213人気です。6号艇以外のところが人気です。3着はね、分かりませんから。3着はどうなるか分かりませんから。1号艇いったよ、2号艇3号艇もついてきたよ、あとは3着ですよ。あります、これワンチャンあるでしょ。ワンチャンこれ争っていただければないか。なあ、もうまだ分からない。玉川 G1 準優勝戦です。3度目の記念優勝を目指しております。2人はダッシュ戦、本番も5コース角を取ったのは4号艇の馬場よしや。予選ラストはタイムアタックにも成功、気分よく迎えて。これは極端に人気なところは、まあ1の234234ぐらいあたりですか。本日も玉川はイン逃げ祭り状態です。最初の準優勝戦10レースです。インコースから16、23、そして4号です。ありますよ、スタートがね、そこまでデコボクしなければ大丈夫。あ、大丈夫そう。10レースのスタートが切られました。1号艇いきますよ。6号艇残る可能性あります。これそんな126スタートは前提正常です。1番の山口が逃げていきまして、2番の小坂が追走、外行った3番の中田が追走はアウトサイドからで1周2マークです。1番山口トップターン、その後2番の小坂に対し3番中田が全速タイムでホームゲートに返してまいります。2マーク近辺小さく回っていた4番の馬場ではありますが、まだ絡めませんか。さあ2番手は2号艇小坂優勢の馬場戻ってまいりまして1周1マークです。
さあここは2号艇小坂のインサイドから後ろ4番馬場がひたひた、おっと小坂振り込んで4番の馬場が振り上がるか、そうはさせじと握って3番の中田でバックストレッチです。さあ小坂ですけれども競争は続行しています。2番手争いは3番の中田が除いてへさきかけている4番の馬場、馬場はそのまま内側から行く、3番の中田がこれを絞って旋回ホーム側、3番の中田か4番の馬場か、さあ優勝戦進出をかけての熱い2番手争いが続いています。最終周回に入ります。先頭は大きなリード、さらに地元好メンバー続いていきます。5号艇石渡哲平5コース、サイアウト6コースには6号艇佐藤翼です。チャレンジカップ出場という面でもこのレース気合一層といったメンバーの一人です。以上6名11レースの準優勝戦、進入体系インコースから123ダッシュが456です。スタートしていきました。ここはほとんど横並びという状況からの1番モザヤだ、1番白井が回る、2番小池、4番の長田が差し込んでる、3番佐久間が座せない、白井が先行、スタートは前提正常でした。待ってくれよ、決めていきそうです。これを追っていきまして2番の小池が3番の佐久間か、2番争いにさらに後方から6番佐藤翼を遅れ出し届いてくるかどうか、2番争いにありよ、待った、ありえん、ありえん、来た、これらを回して3番佐久間、来た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 よ、来た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 じゃないのよ、来たじゃないのよ、来たよ、15点差倍、先前6番佐藤つ2番の小池が差し込んでいきます。バックストレッチ、2番の小池周平優質力来た来た来た、一発プラッシュ、一発プラッシュです、これまだなあ、わさあその6番佐藤翼はアウトサイドのまま後方打ち迫る3番佐久間、6番佐藤翼は外から一リーザー1番人気なので、あーもう絶対大丈夫でしょこれ、大丈夫、来た、やっと来た、ラスト、これでラストも行ってくれたらラスト的だって頼む、やっと勝てた、大丈夫、絶対大丈夫、よしよしよし、ままし、ありがとう、トップ放送はありがとう、予選からの4連勝ということになってきそうで、G1 復帰後の初優出なるかという、負けが続いておりました、ようやく、でもこれじゃダメ、次ラストも当たってほしい、これラストも当たって回収率 200% 超えたいです。はい、来てくれた、来てくれました、よかった、よし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 、ありがとうございます。以上第11レース準優勝戦でした。誠はポイント争い2日目以降見事いけるよ、いけますよ、絶対いけますよ、最後なんだか敵中の匂いがしました、敵中の匂いがしてきました、なんか126の匂いがしてきました、ラスト第12レース、これどっちでも当たったらやばいです、爆勝ちです、なんか126の匂いがしてきました、こういう時ってくるんです、マジで136かもしれない、136の匂いかもしれないけど126の匂いかもしれない、4番のブス島が覗いておりますが動けるか、やったやった、待った、匂いが来る、匂いがどんどん近づいてきた、スタートの方は前提正常でした、早逃げ1番、ありますよ、全然ありますよ、6号艇はそこでいいんです、6号艇は次のターンが勝負です、あとは3番手小刺しに行った2番の2号艇3号艇がちょっとでちょっとでいいので争っていただければ、ここでここで2号艇が3号艇をクイッてちょっと弾く、はい、3番の茅原が2番手をリードしました、上位の体勢は1番3番でレースが2周目に移っていきます。さて3番からすぐに2号艇の岡村か、この内から上がってきている5番の赤い岩か、狭間にはやや遅れて4番のブス島ですが、この1マークは5号艇赤い岩を包んでいこうという2番の岡村です。しかしそこから遅れて波を乗り越えては5番の赤い岩が優勢に立っています。この直後で内の方から4番のブス島、その外に2番の岡村と、まだまだ3番からすぐのくくりとなっております。2周2マーク5号艇の赤い岩が絞って回って、小回りまだわからない、遅れた位置から差しハンドルは2番の岡村でして、ホームストレッチへと折り返します。3番手は依然5番の赤い岩です。最終周回へと各選手に移っています。1番3番5番の体勢です。僅差で追いつつ、いやー一歩追ってくれましたけども、まあまあまあプラス収支届きました。いやもう一歩惜しかったですね、なもう一歩当たらないと、最終バック上位の体勢は1番3番キャベツキャベツちゃん、キャベツちゃんよ、
動きある中でしたが、展示同様ぐらいの起こしからという一番の池田はバッチリ。まあいいでしょう、 OK でしょう、プラス届いたので。まだわからない。返してまいりました第12です。はい、ありがとうございます。次回 G1 最終日です。で、今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。